あ、ほんまや、目すっきりしたって人多いかもしれません。確かにうなずいてる人がいます。で、頭をどこに置けばいいかがすごく分かりやすくなるんですね。みんな頭の置き場所が分かれへんって人います。どこに置いたらいいんですかね。やりすぎですけど。ここをね、ゼロじゃないから置き場所分かれへん。ゼロになったら何の線でも置き場所なんか分かるねん。姿勢の取り方なんか一線でも分かるねん。なんでかって言ったら赤ちゃんって皆さんタッチしてね、教えられた姿勢、教えられてるでしょ。そもそも姿勢の教え方って間違えてるんですよ、整体師の教え方。そもそもね、体がゼロだったらしい、一線取れるように作られてんねんですよ、人間の体。でなんかおかしい、赤ちゃんちょっと教わらないみんなできるってことになるよね。たね、はい、腰痛がそうで、そうそうそう、そうそう、そう、小指に入るでしょ、入って、もうちょっと反って、そう、頭の位置がそう、前でもなく、後ろでもなく、そう、横から見たときに、この肩甲と大天使と、腰のラインが、ちょっとずれてるよ、直線になるように、ちょっとずれてるよ、そう、ちょっとずれてるよ、ずっと譲れないんですね、教わってないじゃないですか。でも、完璧な姿勢を取れてたんですね。体にちゃんと仕組まれてるんですよ。だから姿勢から直していこうっていうやり方はダメなんです。ちょっとね、古いやり方です。それができたのが、通用したのは昔の身体能力が高かった日本人のみです。今の人には通用しない。通用しないのは現場で見てきたから言えます、自分に向かってね。なのでこういうストレッチをやってゼロに戻していくということです。ね、で肩が下がった人が多いですね。ストン、肩が下りる。僕肩がめっちゃ下がってて有名なんですよね。多分そのまま行ったらここ行くんちゃうかっていうんですけど、めっちゃ肩落ちてるみたいな、ね、もう肩は下がってるのが当然なんですよ。骨格模型でこんな骨格模型おれる骨格模型全員やれるけど、骨格模型は首みんな長いから下がってて、それかこうみんな僧帽筋に力が入って上がっちゃってる。会社がこんなんだったら最高ですよね。最高っすね。ね、会社も社員全員フィジカルタイプし合うね。めっちゃ面白い。だからさ、絶対能率上がるでしょ。絶対上がりますね。生産性をもう 100% 上がる。で、スワークしてたりしたら首疲れてくるでしょ。首疲れてきた時に、で首の状態が良くない人の癖、変に首動かす癖があります。首疲れてくる。首楽な人こんな動きしないんですよ。こんなことするから壊れるんです ね, ね。だからやることを明確でしょ。スポーツジム行ってやってみてください。よくやった人いるんですよ。ワンデースに投げてね、このストレッチ何なんだ人が、ね、わざわざスポーツジムに行ってね、このストレッチやったそうです。どうなったかですよ。周りから人がいなくてこの3月の時代にちょうどいいんですよ。ソーシャルディスタンス、最近の言い方ではフィジカルディスタンスが取れる。そんな効能まである。すごくないですか。ね。あー、色々気持ちよさそうな、赤ちゃんのような顔になっています。なんか戻ってきた幸せそうなんです。肩がストンと落ちましたね。はい、両手をスッと上げてみてください。はい、もう、これ別人です。家具のもめっちゃ変わってる。めちゃくちゃ楽。めちゃくちゃ楽よね。だってそれがしんどかったやんか。もう耳2つついたもんね。結構ね、いい感じ。ほぼ全員がこれもうパーフェクトっていうぐらいになってますね。はい、肘をグッとしてくるくる、肘くるくるやってみてください。いつもより余計に回しておりますという感じになるのではないでしょうか。初めての感覚です。さっき来てました。お、初めての感覚です。肩めっちゃ回りますって。肩めっちゃ回るでしょ。これは回したいような感じになります。さっきは回されてるね、やらされてる感がすごく出てたんですけれどもね。はい、 OK です。ね、僕が言わないと止めなくなったでしょ、こうやってね。さっき、いやでも止めてたんですよ、もうね、しんどそうな顔して、ね、さあ面白いでしょ。だからこれ首まで出したら全身運動やね。ふくらはぎのストレッチかと思いきやですね、
今のあなたに必要な筋肉、縮めなあかんとこは縮めて、伸ばさなあかんとこは全部伸ばしている形になってますから。だからそんでダラーッとしてたらリセットされて戻ったらゼロになるから、なんか幸せ感を感じるということです。おそらくですけれども脳からはすごく脳内モルヒネラがいっぱい出てるんだと思います。順調はできてるんだと思います。将来的には ねあのまだもうちょっと先ですけど、僕今これ広げるのをあれしてるんで、多分どうかな、60以降80歳ぐらいになってからかな。80歳までもこのままでいますからね。歯とかちょっとないかもしれない。髪の毛もつるかもしれないですけどもね。フィジカリスト OG って言ってもどうも。それいいっすね。いいっすね。りょうさんとももう100歳になっても YouTube やりましょう。はい、アイロジェ。もうその声出せるから。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。